ごたえはあったんだが、ヤッコさんはこの通りか。いい攻撃でした。コラプサーの力で威力を軽減していなければとっくに倒れていたでしょう。もちろん私のダメージはゼロではありませんが、美しい誠術で受けた傷はとても甘美な痛みです。若き戦士たちが己の命と青春を落とし、世界を守るために戦う、なんと美しい志でしょう。聖騎士の名の通り、まさしく星のような輝きだ。そう思うならなんで私らの邪魔すんだよ。世界を滅ぼしてえのか。私の抑えようがないサガなのですよ。世界に滅んでほしいわけではないのですが、いえ、せっかく3000年に一度の機会に巡り合わせたのですから、この美しい世界が滅びゆく様を眺めるのもまた一興ですね。くるってやる。自覚はあります。ですが快楽というものは目覚めるとなかなかやめられないものでして。では世界の破滅より先に目の前の可憐な花を倒るとしましょう。あいつの剣に力が収束している。まさかあの技は。サベージ、バンダ、また邪魔されてしまいましたか。目の前にバカに夢中になってしまうのは悪い癖ですね。ったく遅いぞ会長さん。あなたが新生の生徒会長さんですね。前会長ヴィーナスさんを破ったというその力、ぜひ拝見したい。主様だけではござりませぬ。九条家メイド隊刹那、ここに水産つかまつりまする。紫陽の里の忍びに傭兵バンデットセナリー楽しくなってきましたね。こっちの仕事が早く終わったから来ちゃった。なんだ四国組勢ぞろいかよ。どうせ来るなら早く来いっての。またまた嬉しいくせに。先輩ってか素直じゃないんだから。ですが多勢に無勢という言葉があります。ここは一旦引かせていただきます。ええ、逃げますよ。私も行事があったのを思い出したもので。本当に逃げやがった。ですがこれで一段落。陛下殿。陛下のやつ意識はあるが結構重症だ。復帰するまでしばらくかかるだろう。私が来るまでも随分持ちこたえてくれたからな。さすがは元生徒会役員だぜ。それを言ったらキリがねえ。タラレバの話より今はコラプサーをどうするかだ。それに経過はあとは頼むって言ってたんだ。ここでやらなきゃ男が廃るぞ。じゃメンツが揃ったところで情報の整理といくか。経過から聞いたが、あいつはバレリー・スチュワート、見ての通りコラプサーの一員だ。やっぱり以前現れたキサナだけじゃなかったんだ。あんなのが何人もいると思うとゾッとしないね。もち、こんだけ出すよ。
セナリー殿は相変わらずでござるな。倒せればの話だけどな。タヌキの川山陽の前にどう仕留めるか考えろ。そうでござった。シアン殿はバレリーの攻撃に反応していたようでござったが。ああ、私はあいつを知っている。知ってるっつっても前に少し見たきりだったかな。どこから話すか。ちょいと話はそれるが、流星、新生両校を卒業した聖騎士がどうするか会長さんは知ってるか。まあついでだ、一応話しておくか。モンスターやアステラが発生するのは何も流星四国だけじゃない。頻度や規模が小さいとはいえ、モンスターは世界各地に現れる。そこで活躍するのが卒業生だ。聖騎士たちは学園を卒業後、故郷に戻ったり世界各地に飛んだりして、年齢を重ねて勢力を失うまでの数年間モンスターと戦い続ける。もちろん全盛期ほどの力は出せないが、モンスターだって流星四国に現れるレベルのやつはそう出てこない。ちょうどいい相手ってわけだ。私もその卒業生の一人なわけだが、もともと公安委員会にいた延長でアングラな任務で世界各地を回ることになった。イタリア、アフリカ、中東でいろいろあって、その後イギリスにいた時の話だ。私は同じく公安出身の同僚とバディを組んでいた。流星学園分校の生徒が襲われる事件があって、それを同僚と追っていたんだが、先行していた同僚が何者かと遭遇し、強力な攻撃を受けて戦闘不能。同僚は聖騎士として引退を余儀なくされ、犯人も不明のまま。私は到着するのが一歩遅れて、顔は見えなかったが間違いない。感じた力と殺気はバレリー・スチュワートのものだ。キサナの剣があって、類似した手口から上もあれがコラプサーに関連した事件だと睨んだんだろう。だから関わった私が呼び戻された。いや、それは別に。違うのでござるか。別に仲は悪くなかったが、命を懸けて復讐しようと思うほどでもねえよ。つうかそいつ戦えなくなっただけで生きてるし、面倒な任務とおさらばできて羨ましいぐらいだ。ただ私が気に入らねえのは、事件が未解決で犯人がのうのうとその辺ほっつき歩いてるってことだ。公安委員会の仕事なんざ成り行きで受けただけだし、誇りなんざ持ってねえし、いつもやめてえと思ってはいるが。先輩、ここぞとばかりにボロクソに言うね。私をあちこち駆け回らせてるクソ野郎の首根っこ捕まえて踏んじばらないと気が済まねえんだよ。それだけだ。好きに言ってろ。あいつは用事があると言っていた。また姿を現すだろう。次に出てきたところを捕まえる。そもそもバレリーは浅草で何をしていたでござるか。観光。はい、今なんと。だから観光だよ、観光。その時はまだ面も割れてなかったからな。それに余裕ぶっこくだけの力があるのは知ってんだろ。確かにね、聖騎士の中でも精鋭の慶花先輩を
けボロボロにしちゃうんだから。だが限界があることも分かってる。今度こそ待ち伏せして袋にするぞ。でバレリーは戦闘中何度も美しいという言葉を使っていた。浅草の雷門を見てた時も美しいとつぶやいていたと陛下から聞いている。用事の内容は知らねえが、奴が美しいと思うものがあるところに姿を現すだろう。候補を絞るぞ。合点承知でありまする。ところでな、いつ誰がそんなこと言って。思いっきり言ってたよ、私も卒業生の一人って。はぁ、シアン先輩っていうか、これ偽名なんだけど、実は流星学園の OG で主に海外で活動してたんだよね。それがコラプサー関連で流星四国に呼び戻されて、で学籍も与えようってことで年齢ごまかして申請に転入したってわけ。いや無茶ぶりにも程があるよね。そうだよ、私は卒業生だよ。3年生じゃなくて2年前に卒業してるよ。なるほどでござる。くそ、全員納得した顔してんじゃねえ。誰か信じられねえみたいな反応しろよ。ったく、私のことはいいからバレリーの現れそうなところを絞るぞ。ああ、あの妹か。今頃どうなってるか想像したくないから、そっちはあんたに任せる。何何、ルルカちゃん以外に新しい妹できたの？妹ってそんなに増えるものでござるか？